はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラの一人フォトです。今日はですね、はい、30系プリウスのお話をしたいと思います。このプリウスですけれども、2010年1月登録者ですね。私が購入した時、2022年の8月4日時点で走行距離が 82,500km だったんですね。ということで、まあ、約3ヶ月乗りましたので、その間の実装のですね、平均燃費を調べてみました。で、このようにですね、手帳を作って、記入をしてきました。燃料を入れるごとに、こういう燃料のですね、給油明細を取っておいて、そして、この間、大体に実装でどのくらいのですね、燃費だったかということを調べてみました。もちろん車にもですね、平均燃費表示されますけれども、より平均を取ってみたいということで、こんな形で調べてみました。ということで、一番直近に給油したのが、10月31日です。で、この時の、走行距離が、4985キロ。ということで、8月4日から、10月31日までの総走行距離が8485キロだったんですね。で、その間、一体どのくらい燃料を給油したかというと、336.49リットルです。で、これで計算すると、1リットルあたりですね、25.21キロ。まあ、これがですね、私が購入した、まあ、3ヶ月余りの、はい、走行実績による、平均燃費でした。そうですね、いろいろ、中田の YouTube を見るたりですとか、事前の調べではですね、リッター22キロくらいかなと思っていましたけど、まあ、思ったよりはちょっと伸びてたのかなっていう気がします。というのは、私が住んでいるところが、やっぱり信号機が少ないところで、割と長距離運転をするということが一つの一因だと思います。ですけども、調べるとね、とんでもない距離を乗るか、距離というか、燃費がいい方もいらっしゃるので、まあ、決して、まあ、いいとは言えないのかもわかんないですけども、今まで乗っていたプレミオが大体リッター 18.5 キロでしたので、まあ、それに比べるとですね、相当ですね、経費的には助かるなという印象です。ちなみにですね、最初のやっぱり1ヶ月というのは、このプリウスの、まあ、運転に慣れないということもあって、燃費がいまいち伸びないなという気がしたんですけれども、9月以降、9月と10月2つ期間の、平均燃費でいうと、9月、10月で、走行距離が6091キロ。だいたい月3000キロ走行しました。で、その間の燃料が 230.04 リットルということで、まあ、平均燃費でいうと 26.48、まあ、26.5 キロぐらいですね。なので、まあ、運転になれば、慣れた方がですね、確かに燃費は出ているなっていう感じがいたしました。で、この間の、このプリウスの、まあ、実際に乗った時の印象ですけれども、まあ、シフトですね。シフトはなかなか慣れるまで大変でしたし、それから、まあ、後方のバックもですね、まあ、最近はだいぶ慣れてきました。今までバックモニターのない車だったので、バックモニターを見てバックすることになれるのがですね、ようやく最近慣れてきたかなという感じがいたします。まあ、いずれにしてもですね、私のようにビジネスとして使う、まあ、もので、まあ、立体で、1キロあたり3、あ、ごめんなさい、1月あたり3000キロ走るという、走り方をするので、かなり、まあ、助かる車だなということです。乗り心地に何も不満はないです。非常に乗り心地もいいと思います。長距離運転、さすがにホイールベースが2700ミリあるということで、そうですね、片道、まあ、往復700キロ、日帰りで、走ったりしてみましたけれども、まあ、それでもですね、運転できない、苦しいということはなくて、翌日もちゃんと仕事ができるような、体へのダメージだったということで、まあ、非常にビジネスに使うのにはいい車だなと思いました。はい、今日はですね、30系プリウス
まあ、12年うちで購入したプリウスの走行した実装の燃費についてお話をさせていただきました。もっともっとね伸びてるっていう方いらっしゃると思いますので、もしそういう方は、まあ、どのように、乗っているのかということ、コメント欄でお知らせいただけ たら嬉しいです、私も参考にさせていただきたいと思います。はい、今だからのんびりフィルムカメラのひとりフォトでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。